はい、こんにちは、シュウエです。今日はですね、ポッドキャストのマネタイズ方法4つっていうのをね、海外事例をもとにご紹介したいと思います。で、4つプラス、実は日本でもね、あのポッドキャストというか、ラジオコンテンツの新しいマネタイズ方法が始まったりもするので、プラス5つで、最終的に5つで紹介したいと思います。で、ポッドキャストってどういうものかというとね、まあ、こういうさ、ちょっとおしゃれなマイクとかで、まあ、こうやってね、こう一人で話したりとかして、まあ、インターネットラジオみたいなものですね。で、海外、アメリカではですね、特に2018年 2019年ぐーっと伸び始めてです、ね、今ブームを迎えておりましてこのブームっていうのは2023年から2025年に日本に入ってくるだろうというふうに言われていますでアメリカのポッドキャストのオーディオ広告ですねオーディオアドって言ったりしますが、ね、YouTube の広告が出るのと同じなんですけどオーディオアドの市場っていうのはね大体2019年に2800億円ぐらいありました2800億円ってすごく大きくてですね確かに日本の YouTube の広告市場よりも大きかったりするわけですで、ね、ももちろん人口が大きか多かったあの多かった。 するじゃあ、同年2019年の日本のオーディオアードの,あの市場というのはどれぐらいだったかというと、うん、たった7億円400分の1ぐらいなんですね、アメリカのだからまだまだやっぱり、ね、声で稼ぐという人はいないし、えー、ポッドキャストで生活しているというのはものすごく、ね、日本だと少ないんですけど海外だと全然多いです。で、えー、その海外の、ね、ポッドキャスター、ね、ポッドキャストをする人 YouTube、YouTuber ね、ポッドキャスト、ポッドキャスターとかって言ったりするんですけど、えー、そのポッドキャスターの人が、えー、解説してくれてる、えー、ものがありましてで、それのリンクもね、 一応つけているので、えー、そういうのもね、ぜひあの気になる人は、まあ、英語になっちゃうんですけど、見てみてください。で、簡単に要約するとですね、えー、まず4つありますで、4つ先に言っておくと何かというと、本当にさっきの音声広告ですね、まあ、まあ、広告、普通の広告ですね、えー、オーディオアーっというもので、2つ目が、えー、PR 案件、PR 案件、まあ、企業案件とか言ったりしますよね、えー、日本でもインフルエンサーとかねいや、案件とかそういうのありますよね、で3つ目が、アフィリエイト、アフィリエイト。 アフィリエイトで、すね紹介してててその数パーセント入っっくくるで、えー、4つ目が、えー、自社商品を売っていくっていうことですですこの4つをね、えー、メインでね、向こうは紹介してました。もちろん細かく分けていくとですね、もうちょっとあるんですけど、えー、大きく分けるとこの4つになります。で、1つ目の、まあ、音声広告、オーディオアダーなんですね。これも YouTube とほぼ一緒ですよねあの。ここに出てくるやつとかで、えー、ただね、1つ違うのが、えーと、これ面白いのがですね、向こうはあのめちゃくちゃ高いです、単価が。えー、音声広告の単価は YouTube の単価よりも10倍ぐらい高い事例が全然出て、 来てますでこれなんでかっていうとですねあのちゃんと広告が再生されるんですよあの YouTube ってさ邪魔じゃん広告じ邪,魔邪魔ですよね邪魔以外のもの何でもないですよねでもあの音声広告だと普段ねまあ AirPods とかさ つけて皆さんこう、えー、聞いてると思うんですけどでこのこれでながら聞きしてるんですよ。移動とか散歩とかさ通勤とか車乗ってる時とかなんでながら聞きなんで、別にあんまり広告がまう、あ、ざくならないんですよね。もちろん一つの放送で5つとかで5分に1回とか入り始めたら嫌ですけど、あのー、まあ、例えばそのパーソナリティさんの声で広告を入れるとかっていうこともできたりするし、えー、そのアドブレイクって言われたりします。アドブレイクですね。まあ、だから要するにこうなんかメインコンで10分ぐらい話しといて。あ、その放送。 手前に一番最初にこの放送なの提供でお送りしますみたいなのが入ったりとかしてでいく分か話してでその後にまた入ってでまた話してで最後に入るみたいな感じに3つぐらい入れる人もいるみたいですねでこれが面白くてですね5万回ぐらい再生されるとですねこのオーディオワードの広告がどれぐらい入ると思います5万回の再生ですで YouTube だと大だ体いい1再生0.1から0.5円とかって言われたりするので5万回でも最大2万5千円ぐらいですね 待ってる。うん、二万五千円ぐらい。うん、そんなもんですね。えー、なんで春買い高いということです。で、五万回でね、だいたいね、十万から三十、えー、万ぐらい。 でちょっとね別の YouTube 見るとねもうちょっともらってる人もいますね40万ぐらいもらってる人もいます1、1本のラジオでもちろん時間の尺的には30分とか40分とかあるんですけどその尺でオーディオアドを3つとか入れるわけですよ2つでもいいんですけどでその1つのオーディオアドに対して大体10万円ぐらい最大10万円ぐらいつくということなんで2つ入れたら20万になるみたいなねこれ音声を取ってね出すだけでそれぐらいになってしまうということなんですよ。 これはまあポイントとしては、さっきも言ったんですけど、広告が再生されやすいということですあの。企業からすると、それは当たり前ですけど、広告がうざいってなってたら、企業も嫌なんですよね。しょうがないけどね。これ、しょうがない。なんか CM とかね、ねテレビの CM で出てくるね、半沢直樹とか見てたらめっちゃ多いじゃないですか。邪魔ですよね。じゃなくて、ラジオで聞いてるから、ながら聞き、ね、自分、耳の時間を余ってるわけですよ。余ってる上で広告が流れてくるっていうのは、全然実は違うんですよね。てあのまあ、要するに、えーと、集中しないといけないわけですね。YouTube だと画面にね。で、これが一つ目のお音声広告。 っていう、えー、マネタイズ方法ですで2つ目が企業案件。でこの企業案件というのも、えー、単に商品を紹介する。例えば僕これ今ブルーイエティというマイクをつけて収録してますけどまさにこの音で今撮ってます。でこのブルーイエティというのをじゃあブルーイエティを作ってる会社から、えー、じゃあ僕これ使ってるんでっていう風に紹介することもできるんですけど、えー、もう1つはですねもう普通に企業が、えー、案件でブルーイエティがあるんだけどもそれを毎回 放送の前に入れて、まあ、要するに音声広告チックな企業案件を受けることもできるということです、すちょっと複雑なんですけど、要するにこの商品良かったですよ、レビューしますよっていうのもできるし、もう固定でね、月、もう6ヶ月固定でブルーイエティの紹介を一番最初に入れてくださいとかっていう方法を使ってるポッドキャスターとかもいます。で、この場合ね、ものすごくいいのは、1つ目の広告、一番最初のファーストアドとか言ったりしますけど、ファーストアドはブルーイエティの固定の広告が入って、その次は普通に別の広告を入れる。 セアドを入れてていいくっていうこの両方マネタイズすることもできるんですよね。YouTuber とかも多分そういう風にしている人がいると思います。普通に PR 案件でえ広告もついてるみたいな、まあ、そういうやり方もできるんですけど、まあ、そういう風ななマネタイズの方法です。企業案件、PR 案件ですね。ブランドディールって言ったりします、向こうでは。うん、向こうの英語で言うとブランドディール。3つ目、えっと、アフィリエイト。 マーケティングですねアフィリエイトマーケティングアフィリエイトで、えー、マネタイズするということこれはもう本当に YouTuber とかもよくやってるやつですね自分が使ってる機材を、えー、動画概要欄とかに常にこう Amazon リンクで入れておいてそこから売れたりもするし、えー、あとはもう普通に例えばクレジットか、ね、お得なクレジットカードの発行の紹介をしてでそれをやるとか、えー、まあいろいろはですねアフィリエイトできないものがないですからねなのでまあそうだな皆さんが、まあ、例えばこう人気ポッドキャスターになっていったりとかすると皆さんが身の回りで使ってるものとかまあもちろん依頼されてこれを紹介して 紹介してくださいまあアフィリエイトと,、えー、と企業案件の、まあまあ、間ぐらいかなミックスみたいなのも受けたりすると思います、うん、紹介してくれて固定で3万円でプラス、えー、そのリンクから売れたらその分またアフィリエイトの紹介料が入りますよみたいなやり方もできるのでこれも十分マネタイズの1つになりますで最後4つ目、えー、自社商品ですねでこれはあのデジタルコンテンツも売れるだろうしあとはグッズ的なものもできますね、えー、まあ例えば僕あの今日着,着てないんだけどボイシー T シャツとか僕好きであのよく着たりするんですけどそういうのも自分がね、えー 作ったりとかしてね、えー、周辺ポッドキャストみたいなのを作って売ることもできるだろうし、であとはね、まあ、例えば、まあ、ゆくゆく考えられるのは、例えば僕が、えー、マイク、ね、もうちょっと使いやすいマイクで、例えばエコーとかもかけられるようにしてくださいとかね、そういう,こう、ね、ポッドキャスト専門のマイクとかをこう僕とかがね、こうどっかのメーカーとやるとかさ、それできたら嬉しいけど、多分ないと思うけどね、そういうこともできたりするわけですよね。自社商品チェックにして、えー、売ることもできるし、でそれで、まあね、えー、なんだろうな、こうマネタイズしていく あとはまあ自社商品でいうとそうだな、まあ、デジタルコンテンツ、今だったらノートを売るとかね、ブレインを売るとかもできるだろうし、あとは Kindle で本を作ったりとかねして売ることもできるだろうし、うん、そういうのも、だからあの結構海外のマネタイズ事例で7つ、8つ紹介してるのは、こういう,こう本を売りましょうとかね、えー、細かく割ってる人はそうですけど、この自社商品ってくぐっちゃうと本とかグッズとかも全部一緒なんで、うん、そういう風にマネタイズしてる人もいます。なのでこれが海外事例4つ、大きく分けて4つですね、普通の広告と企業案件、PR 案件。 で、アフィリエイト、で、自社商品というのを紹介する。で、ここから5つ目なんですけども、何かというとですね、実はボイシーというね、プラットフォーム、皆さん知ってますかで、まさに僕、ボイシーというラジオプラットフォームで、パーソナリティを今2年間やってまして、大体ですね、累計700本近くね、放送してます。ほぼ毎日放送してるんですけど、実はそこでですね、プレミアムリスナーっていうね、あの新しい、な、え、ん、ーまあ、だろうな、仕組みが入りまして、これは何かというと、まあ、もちろん無料で聴ける放送もあるんですけど、プレミアムリスナー登録すると、その登録した、課金した、 した人しか聞けない放送が出てくる。 ということですね。まあ、YouTube のメンバーシップのね、制度にすごく似てるんですけど、えー、今、v o シー y でプレミアムリスナースタートしたのが10チャンネルぐらいあって、僕もね実はスタートしていて、月1000円で、えー、やってます。月1000円で、まあ、今、別にそんな人数たくさんじゃないですよ。たくさんじゃないけど、まあ、あのーね、あの登録してくれてる人がいるので、一応 v o シー y のマネタイズが僕は、えー、スタートすることができました。だから、今まで僕が v o シー y の中でマネタイズした方法としては、もう今日言った4つの、4つ紹介したやつをほぼやってます。えー、広告。 うんで広告なんでこれ僕ね池早さんっていう人から直接広告をもらって自分で取ってきて、えー、おあの,あのなんだあの ボイシーの広告にししたたっていうこともありましたねだからこれを企業案件とちょっと似てるんだけども、で、まあ企業案件もね、えー、取れるだろうし、えー、で、僕がやったのは、あとアフィレートですね。結構ね、あの、アマゾンオーディブルのね、アフィレートがね、あの、ボイシーのね、えー、リスナーさんに紹介すると結構ね、コンバージョンするんです。やっぱね、やっぱ音声、常に聞いてる人って音声学習すごくメリットを感じてくれてるんで、まあ僕が良かった本とかをこう、ね、あの、オーディブルのね、紹介で、えー、紹介して、で、オーディブルはの無料体験やってるんでね、登録しても別に無料なんでね、あの ししててまままえばあのそのままずっっとと本を聞き続けるってことができるのでででまままあ、まああウウウウィィィィンンンンちゃウィンウィンなんですよねで、えー、まあ4つ目のね自社商品ってことですが、まあ、僕結構こうあのデジタルコンテンツノートとかでもね本書いてたりもするので、えー、それを紹介するってこともしてまあマネタイズしてきたんですけどこの、えー、タイミングでボイ i c が新しくねそういう5つ目のね方法ということでこれ海外でもあんまり事例を聞かないです一応ねなんかねあのパトロンパトロンだったっけちょっと忘れちゃったんですけどそういう、えー、と仕組みがあってですねプラットフォームがまあなんかクラウドファンディング もっと個人に投げ銭ができるような仕組みがねあの海外であるんですけどまあああいうのペ,ペイチョロンかなペイチョロンだったかななんかそんな感じだったと思うんでそれでなんか5000人ぐらいねペイチョロン、まあ、パトロンを持ってる人が音声配信をしてるとかっていう人もいますだからこれ音声配信で直接課金してるというか、まあ、ペイチョロンねをまあもうあって音声もやっててだから音声からペイチョロン流してるっていう感じだと思うんですけどそれで多分マネタイズしてる、まあ、だから本当にそこは本当にペイチョロンなんでね、えー、投げ銭なわけですよすごいよね別になんかリターンまあ多分リターン用意してるのも もあると思なんかそういう、えー、マネタイズもあるんですけど、まあ、ボイシーっていうところが新しく音声、えー、この広告市場っていうか、音声コンテンツ市場にですね、まあ、一つなんかの面白いものを投げてきたということで、えー、まあ、プレミアムリスナーっていうものもあるので、えー、まあ、なんだろうな、えーと、そういうこう、マネタイズの未来も実はあったりするので、まあ、面白い。うん、日本はまだまだ市場がちっちゃいんだけど、新しいこともやってるということで、えー、今日はですね、海外の事例と、まあ、日本の事例、まあ、ちょっとね、えー、足して、えー、放送しておきました。ねという感じで、まあ、ポッドキャストってすごくね、面白い。 良くて、えー、まあ誰でもね、すぐに配信ができるという点はすごく面白いので、えー、何個かね、過去動画とかね、えー、ポッドキャスト、まあ、YouTube とポッドキャスト、どっちやったらいいのかとかね、えー、YouTube の単価よりもすごい高いよとかっていう話もまた別でしてますので、えー、よかったらチャンネル登録とかして関連動画も見てみてください。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。